大生産は継続分かったことまとめ。9月21日に日本仕様の新型モデルが発表となったホンダコード。通算で11代目となる今モデルは2023年12月から予約をスタートし、2024年春に販売開始とアナウンスされており、先代型が2023年1月に終売してから、 しばらくインターバルを開けての登場ということになるようだ。ファンであればご存知の通り、すでにアコードは主戦場を北米に移して久しく、11代目もすでに北米地域では先行して販売がされているわけなのだが、ホンダは日本で販売するにあたって、北米仕様には存在しない装備を搭載するなど、 アコードを新世代のホンダ車の先陣を切る重要な一台と位置づけているようだ。そんな新型アコード、先代モデルとの違いも、含めて現在発表されている情報を整理していきたい。今回発表となった新型だが、先代と同じくタイの工場で生産されたものを輸入する形となり、 グレード体系もモノグレード展開が継続されるようだ。サイズ、ハイブリッドどう変わる続いてボディサイズだが、デザインは先代よりも、スポーティーなクーペスタイルをまとったセダンとなっており、全体的に若々しいイメージとなっている。日本仕様のボディサイズは発表されていないが、 北米仕様は全長 4970× 全幅 1860× 全高 1450mm ホイールベース 2830mm となっており先代モデルに比べると全長が 70mm 延長された以外は変更なしとなっているデザイン上のアイコンとして低く長いノーズを特徴にしたということなので 全長が伸びた分はほぼフロントオーバーハングに当てられていると考えていいだろう。日本仕様のアコードは先代モデルと同じく煮えるエンジンに、2モーターを組み合わせた E、HEV と呼ばれるハイブリッドシステムとなっているが、エンジンは新たに直噴エンジンとし、旧型はポート噴射。 二モーター内蔵の電気式 CVT も同軸モーターから平行軸モーターへとアップデート。これにより加速感や静粛性がアップし、気づけば国内ホンダのフラッグシップモデルとなったアコードにふさわしい走行性能を実現している。日本仕様の詳細スペックは未発表だが、撮影時に少し動かしただけでも、 低速トルクの太さを実感できたので、かなり期待して良さそうだ。360は機体装備に残念な発見も。また、先進安全装備も国内向けのホンダ車としては、初となるホンダセンシング360を搭載。これは約100度の有効水平画角を持つフロントセンサーカメラに加え、 フロントレーダーと各コーナーに計5個のミリ波レーダーを装備することによって360度センシングを実現したもの機能としては前方交差車両警報車線変更時衝突抑制機能車線変更支援機能が加わりアコード初となるトラフィックジャムアシスト渋滞運転支援機能アダプティブドライビングビーム ホンダパーキングパイロットなどが新たに搭載されている。一方、エクステリアデザインは、現在のホンダのトレンドとなっているシンプルでモダンな佇まいとなっており、新色のキャニオンリバーブルーメタリックと、イグナイトレッドメタリックを含む五色展開で、色味のラインナップは不変となった。 ただ、押村区は先代では標準装備となっていたサンルーフが非装着となっていた点。円安の影響もあり。日本国内での価格を抑えるための苦渋の決断だとは思うが、このクラスではサンルーフを求める層は一定数いるはず。輸入車という点もあってグレードや仕様は限りなく絞らなければならないが、 今このクラスの車両を選ぶユーザーは、こだわりを持って選ぶそうだという点は考慮してもらいたいところだ。スイッチ類が激減のわけ。新型アコード最大の目玉とも言えるのが、現在のところ日本仕様にのみ搭載されるインターフェース。そしてコネクテッドサービスだろう。インターフェースとして特徴的なのは、 インパネ中央に備えられたエクスペリエンスセレクションダイヤルと名付けられた大型のダイヤル写真だ通常この位置にはエアコンやオーディオなど雑多な物理スイッチが備わることが一般的だがアコードではこのダイヤルにユーザーごとのエアコン温度やオーディオソース照明などの車内機能を一括設定することができ デフォルトで設定されているエアコンモードのほか、一発でお気に入りのモードを呼び出すことができるようになっているのだ。価格はどうなるさらにホンダコネクトには、こちらも国内向けホンダ車としては、初採用となる Google ビルトインを搭載することで、OK、Google でおなじみの Google アシスタントや Google マップ、 Google Play などを社内で使用することができるようになっている。もちろん Google アシスタントは車載用に最適化されている。現在地の天気などはもちろんナビやオーディオの設定、エアコンの設定なども音声でコントロールすることができるため、快適性だけでなく運転に集中することができ、安全性にも寄与するものとなっている。 また、コネクテッド化によって、可能となる OTA、オーバー、ザ、エアーソフトウェアアップデートは、インフォテイメント系だけでなく、車両の制御系のアップデートにも対応しているということなので、購入後も進化する可能性があるのは、新世代のコネクテッドカーならではの要素と言えるだろう。あとは気になるのが価格だが、 残念ながらこのタイミングでの発表はなし。ただ北米仕様のハイブリッドモデルの金額がおよそ500万から565万円で、仙台型が465万円だったことを考えると、500万円前後の金額で落ち着くのではないだろうか。